ねえ、ボルト。コクリって、虫田強盗団の元メンバーだし、まだ何か隠してるんだね。ああ、強盗団から奪った金をどこかに隠しているらしい。それに、強盗でこの宝月城に収監されたんだよな。本人に直接聞いてみるしかないね。次回、ボルト、ナルトネクストジェネレーションズ、コクリの秘密。